やーし、や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 し。ホールトマトを作りますよ。グツグツに沸いたお湯に、取れたてのトマトを入れます。湯むき作業です。取り上げますよ。水を入れてちょっと冷やします。皮をむきやすくするためなんですよ。包丁で皮をむいていきます。こんな感じです。どんどん剥いていきます。次は瓶詰め作業です。殺菌した瓶にトマトを入れていきます。トマトはだいたい半分でいいと思います。みずみずしい取れたてのトマトです。ポイポイトマトを入れていきますよ。ポイ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 、どんどん入れていきます。次は塩を適当に入れて食塩水を作ります。その食塩水をこんな感じで混ぜて瓶にひたひたになるまで入れていきます。もうちょっとかな。こんな感じです。グツグツの鍋に先ほどのトマトの入った瓶を入れます。軽く蓋をして15分加熱しますよ。次はしっかり蓋をして20分です。これは暑いので皆さん気をつけてくださいね。出来上がりです。鍋から瓶を出して熱いです。
一旦蓋を開けて、あっち、なんか飛び出しました。再度倒してしっかり閉めます。軍手などあればいいんですけどね、めんどくさいんで素手でやっちゃいました。そんなこんなで完成です。ご視聴ありがとうございました。よし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 、あ、暑かった。